この番組は AKB48 18期19期研究生が食リポ、体験ロケ、街ブラなどバラエティで定番のさまざまな企画に挑戦。ロケ番組に必要な能力を育成していく番組です。はい、ということで今日は横浜中華街に来ました。門がすごい、門がありますすでにドン。はい、18期研究生の坂井めみです。はい、18期研究生の久保ひなのです。はい、19期研究生の花田芽衣です。よろしくお願いします。中華街ですね。中華街、早速ですか、行ったことありますか？もちろんありますね。うん、神奈川出身なんです。そうなんです、横浜は結構地元なので学校帰りに食べ歩きとか結構してました。楽しみ、お腹空きましたね。お腹空いた、本当にお腹空いたもん。今ちょっと行きますか？行きますか？一応今日神奈川県の定番観光スポットの中華街に来たので、はい、皆さんには定番の街ブラロケをしてもらおう。街ブラロケある？やったこと、いや初めてかもしれない。街ブラロケは私もブラは街ブラはあんまりないかもね。いや私もじゃあスタジオとかだよね、いつも。そうなんですよ、緊張するね。街ブラってどんなイメージですか？どんな子ですか？めっちゃ食べてるイメージがあります。確かに、なんかリポート、うん、ここのお店なんか大人気なんですよみたいなイメージ。確かに突撃とかも結構多いなって、そういうイメージあります。じゃあ早速行きましょう。レッツゴー。今回は定番の観光スポット横浜中華街を気ままに街ブラロケということで、めっちゃ美味しそう。これ食べていいんですか？いいです、どうぞ。いいですか？やった。3人がすぐさま発見したのがこちらの杏仁ソフトクリーム。この暑い夏にぴったりの一品、早速ガブッといっちゃいましょう。いただきます。いただきます。いいよ。わ、いい一口。わ、かわいい。うん、めっちゃ甘い。すごい杏仁の味がして、気になる。杏仁豆腐のめっちゃ冷たいのガブってしてるみたい。え、楽しみ。え、めっちゃ美味しいです。いきます。美味しい、めっちゃめっちゃ熱かったからめっちゃちょうどいいし、めっちゃアンディンが後から来て、後味がすごいいいです。おいしい。じゃあ、いただいちゃっていいですか？ いただきます。めっちゃ美味しいです。もう本当にアンディンですね。アンディンが後から追いついてきて、美味しい。これ最高です。おすすめです。本当に皆さん、おすすめ。食レポとかの経験は結構多いんですか？ないですね。あんまないです。でも私は最近前回のロケで結構食レポさせていただいたので、あ、じゃあ先輩だ、食レポ先輩だ。ちょっとだけ、ちょっとだけですよ。結構高価だったイメージだったんです。そうなの？伝承しちゃって。じゃあメイメイから学ばないといけないじゃん。あなたさん、食レポの先輩として改めてお願いします。もう一口いっちゃいたいと思います。やっぱ最高です、これ、本当に本当に杏仁がもう口に入れた瞬間からじゅわーって出てきて、なんだろう、夏って感じがするので、すごく本当に最高のアイスクリームです。さすがさすがだわ。いきます、いきます、絶対。あ、やばい、溶けた、やばい、溶けてきた。アイスが溶けちゃう前に美味しくいただいて、街ブラ再開です。めっちゃ美味しかったね。なんかさ、ゆめみさん、なんか気になってるのがあるらしい。お、私気になってるのがあるんですけど、メロンパンの中になんかあんが入ってるみたいなのがなんかあるらしいんですよ。メロンパンみたいな、メロン、そうなんですよ。なんだろう、あったら絶対食べます。食べたい、それを。何だろう、中華マスターだな。私マジで中華一番、ご飯の ご飯界で多分一番好きなんですよ、中華っていうジャンルが。すごい、急
結構意外と辛いのも好きだから、結構麻婆系も好きだし、なんかロケっていうのを、うん、なんか乱用じゃないけど使って、うん、マジで来れて本当に嬉しいんだよね。最高だ。嬉しいです。なんかロケ乱用はしないでほしいですが、そんな久保さんが、ね、待って待って待って、なんかさ見えるんだけど。え、何？え、あれじゃなくて今どれ？あ、待って、あ、え、あれじゃないですか？これです、これです、これです。え、これね、これで私たちも買ってると思った。え、すごい、チャーシューメロンパンだ。さこさんが探していたのはこれだったんですね。メロンパンの中にチャーシュー、気になるので早速試食といきたいところですが、ちょっと許可とか取ってないんで、もし食べたければ許可取りしますか。ちょっとぜひ。え、これで、これで、せっかく発見できたのに食べられない可能性も。撮影交渉成功なるんでしょうか。でみんなで行こうか。みんなで行きますか。すいません、今あの AKB48 研究生のワオという番組で今撮影してるんですけど、突然なんですけど撮影、交渉の結果は、はい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで、やった。なんと許可取り OK でした。ありがとうございます。熱意が伝わったのか、撮影交渉無事成功。さこさん、食リポもバッチリお願いします。いただきまーす。感想聞きたい。熱いよ。本当だ。まだ中にたどり着いてないんですけど、生地が本当にもちもちです。もうちょっと食べます。外のところがすごいメロンパンな感じ、皆さんが知ってるメロンパン の、あの甘いふわふわのサクサク、があって、その中にチャーシューがあるので甘いとしょっぱいの掛け合わせが、おいしいのは伝わったんじゃないでしょうか。続いてお二人も試食。うん、熱い？熱い。うん、なんかここに外側がすっごい甘くて、ね、このなんか美味しいトロトロのチャーシューが入ってて、もうベストマッチです。あ、いい一口。うん、めっちゃ美味しい。ホクホクしてて、暑い気温の中でも本当に美味しくいただけます、ね、これ本当だよね。いや本当に本当に美味しい、うん、なんか、ね、見てくれなかったら全然本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、びっくりして。プチハプニングもありましたが、念願のメロンパン食べられてよかったですね。気を取り直して街ブラ再開。ラックがすごい並んでます。ラックが、え、ね、いちご飴後で食べたい。え、食べたい、食べたい、後で絶対食べる。あれは、あ、そっちのとか、え、やりたい、え、あ、そうやりたい、やってみたい。あ、質問とか行った方がいいんですか、これって。大丈夫、え、え、大丈夫なの、そんなにこともさせてくれるんですか。え、痛いの、すごい。最近高校卒業してちょっと健康、うん、うわ、確かに気になるかも。私も気になっちゃうかもしれない、ね、でも18歳だもんね。そうだから、ちょっとやってもらうか。やってもらおう。え、ぜひ行きます。やった、レッツゴー。ということで訪れたのはこちら、キキンクーロンスパ。失礼します。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。はじめまして。こんにちは。はい、いきなり来ちゃったんですけど、ちょっとどういういったところなんでしょうか。はい、ここうちはあの、はい、台湾式のリラクゼーション専門店です。特に足つぼすごく人気です。はい、え、結構痛かったりするんですか。足つぼは一応強さ4段階から選べますので、あっちで決めても大丈夫。あっちでも大丈夫です。あ、じゃあ、はい、もうちょっと悩んでから、ね、もうちょっと悩みます、はい、お願いします。お願いします。じゃあよかったらお着替えご案内しますので、こちらどうぞ。はい、10代にしてすでに健康が気になるとのことですが、着替えを済ませいざ足つぼ体験。
じゃんけんで勝った人から体験することに。最初グーじゃんけんぽい。はい、行きましょう。あ、私からだ。ということで、まずは久保さんから。選ぶコースは、板肝とリラックス、どっちにしよう。まあでも3人いるんで、じゃあリラックスでお願いします。かしこまりました、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。来るか。あ、リラックス大丈夫。行きます。痛きも、あ、痛いです。無理です、無理です、痛いです。手に激痛いてもいいですか。大丈夫。行って、試して。激痛。あ、無理無理無理、絶対無理、絶対無理、マジで無理、本当に無理です。まだ超激痛いてない。じゃあ最後にしましょう。待って、怖い。見てるこっちが怖い。痛いです、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 痛いです。ここは自律神経。なんか音が痛い、音が痛い。痛いよ。くすぐったいし、痛いです、痛いです、無理です、痛いです。鼻悪いですか？痛いです。鼻慢性鼻炎ですよね。そうですよね。そう、あと、あと肩こり。痛いです、肩こり、肩こり。痛いです、痛い。背骨ですか？顔が痛そう。痛いです。大事ですね、深呼吸。あ、ちょっと元気が出るとこね、先に押しますね。痛いです、無理です、無理です、痛いです、痛いです。ちょっと端から抜いてくださいね。お疲れ様でした。よかった？めっちゃいい。痛いけど、なんか見てる分には楽しかったけど、やってもらうとなるとちょっとドキドキします。そこなんですよ。めっちゃ痛い。全部痛かった。全部痛かったの？最後のやつがやばいんですけど。やばい。でもめっちゃ気持ちよかったです。お疲れ様。ありがとうございました。この大絶叫の後にやるのは遠いですが、続いては花田さん。選ぶコースは、痛きも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 、怖い。久保さんを見る限り施術する木村さんのさじ加減なので選ぶ必要もない気がしますが、気持ちいいね、あったかいよね。あ、最初もとても良きです。いや、乾燥肌ですかね。あ、そうなんです、ね、乾燥なんです、とても。これリラックスですね。え、これリラックスですか？痛きも、激痛、超激痛。面白い、見てて、見てて面白いよね。頑固でしょう。頑固です。なんでそんなに当てられるんですか？なんか足が反抗してるね。心臓です。心臓痛いんですよ。ドキドキ、なんかキューってするんです。大丈夫？大丈夫です。痛い。頭と目と耳使いすぎね。え、すごい、うん、頭いいね。本当ですか？うん、これから伸びます。え、嬉しいです。私全然勉強できないので嬉しい。疲れすぎ。あ、そこなんですか？ここは更年期。更年期？18歳。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。やばいです、汗かきましたもん私。あ、でも本当に足めっちゃ爽快感すごいです。本当に大丈夫？初めの方はすごく気持ちいいなとは思ってたんですけど、最後の方がなんか冷え汗かいちゃいましたくらい結構痛かったです。最後はさこさん。選ぶコースは、ちょっと激痛をやってみたいんですけど。はい、いや、よろしくお願いします。お願いします。いいですよ。どうしよう、怖いよ、どうしよう、怖いよ、どうしよう、怖いよ。はい、行きます。はい。あ、痛い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 。優しく強い。痛い、痛い。もうちょっと優しく。いや、とっても優しいです。あ、でも、声は大丈夫。あ、すごい、すい
腰は本当にね、背中と腰がね、疲れやすいですよね。冷え性ですよね。ちょっと冷え性です、ね、本当ですよね。ストレス、あ、ストレスちょっと結構、うんうん、気を使っていすぎて、あ、そうですね、これやばくないですか、これやばいですよね。肩が巻き型猫背ね。そうですね。はい、そうなんです。そうですね。反り腰ストレートネックですね。はい、全部ママにいつも怒られます、それで。そうですね。痛い。ここ痛いでしょ。痛いです。これ足組む人ね。痛いです。ここ足組む人痛いね。私もそこやばかったです。元気出るつもり。痛い。ここ腎臓ね。ありがとうございます。悪いところをズバズバ当てられて悶絶する3人、とてもいい説教っぷりでしたよ。ちょっとまだ心臓のドキドキが止まらないです。ですよね。でもなんかすごい当てられました、悪いところで。本当に怖いぐらい。すごい、ね、なんか私の全てを知ってる感じで、ね、すごい当てられてすごいびっくりしました。でもめっちゃ気持ちよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。無理です。木村さん、ありがとうございました。やめてください。叫びすぎて体力を使ったということで、なんかでもちょっと私はお腹が空いてた、うん、あ、お腹空きました。そう、動けましたもん。そう、なんかもう痛いよってやったから結構え、すごい、え、美味しそう。赤、え、食べたいです。いいんですか。はい、お腹空いた。やった、行こう。なるほど、最高のお昼ですね。ということで訪れたのはこちら、パンダ飯店。調理師歴20年以上のシェフが作り出す料理は本場四川の味を堪能できます。いや、入っちゃったよ。お店に来ました。お腹空いたね。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。ご来店ありがとうございます。ありがとうございます。なんかおすすめとかってありますか。当店のおすすめは、はいはい、あの麻婆豆腐と、黒酢豚がおすすめです。美味しそう。おすすめされてるもの食べたい。食べたくなっちゃう。本当にお腹空いたから。ひなちゃん、どっちもじゃあお願いします。じゃあ麻婆豆腐と黒酢豚。はい、めちゃくちゃ辛くお願いします。かしこまりました。花田さん、そんなこと言っちゃって大丈夫でしょうか。この後、本格中華のその味に。お、高い。します。麻婆豆腐です。美味しそう。赤い。辛い。そう。麻婆からやっぱ行くか。そうですね。え、でもなんか思ったより赤いかも。うん。美味しい。美味しい？辛い？辛い。うん。お、あ、辛い。じわじわくるタイプね。一口目は、うん、あのお肉の味と豆腐の味で美味しいってなるんですけど、うん、後からじわじわスパイスがめっちゃ効いてきます、いただきます。うん、うん、美味しいです。とっても。後からくるタイプ、うん、あ、後からくるタイプなんですね。後からくるタイプなんです。大丈夫。うん、うん、美味しいです。いけるかもしれない。あ、よかった。え、めっちゃ美味しいです、うん、やばい。なんかさ、すごいさ、さっきさ、めっちゃ辛いのめっちゃ苦手みたいな感じ出してたけど、うん、なんかいけちゃいました。そう、実は料理を待ってる間にこんな話が。いや、僕らよ、めちゃくちゃ弱い。え、私もめっちゃ弱いです。え、なんで辛いの言っちゃったの。ここはちょっと辛いの言っちゃうかなと思って。え、意外といけた。と言っていた花田さんですが、ひなちゃんはガチ食べするね。ガチ食べしないんで、ちゃんと数え。辛い？辛い。めっちゃ辛い。やっぱりちょっと辛かったみたいですね。お次はもう一つのおすすめ料理、黒酢酢豚。どんな感じのお味ですか？
お肉が多分カラッと揚げてあるから、衣もちょっとサクサクして、とってもなんかめっちゃスーって感じじゃないから、多分めっちゃ美味しく食べれます。この酢豚がなんかおすすめの理由とかって聞いてもいいですか？酢豚やっぱり、あ、もう全部言ってもらったんですけど、最初このカラッとから揚げてから、これあんと絡めてるのでサクサク。本当に美味しいです。食べたい。ちょっといただきます。ぜひ食べてください。めっちゃ美味しいです。噛み応えが良くていっぱい噛んでます。美味しそう。うん、私酢豚食べたの初めてなんですよ。え、そうなの？実は嘘、実はめっちゃ美味しいです。やばいよ、かったよ。初酢豚、最高。初酢豚がここで良かったです。めっちゃ美味しいです。2品味わったところで、パンダ飯店おすすめのデザートも最後にいただいちゃいます。めっちゃパンダさんの顔が忠実に再現されてるパンダさんです。超パンダさん、美味しそう。いただきます。なんか中にあんこが入ってて、めっちゃ美味しいです。私あんこだったらこしあんが一番好きなんですけど、最高です。こしあんです。おいしい。甘いんですけど、めっちゃ甘いわけじゃなくて、いいバランスですっごい美味しいです。中華街を満喫した3人、初の街ブラロケいかがだったでしょうか？なんかいっぱい食べたよね今日。食べて、足つぼして食べて、食べてすごい、なんか中華街を全部満喫したような回でした。中華街ってなんか自分で行ってた、もう本当に観光しただけなんですけど、なんかまだまだ知らない魅力もいっぱいあって、足つぼとかめっちゃ初めてやったので、なんかいろいろなんか暴露されてたんですけど、でもすごい楽しくて、もっといろんな魅力を知りたいなって思いました。私も初めてのことがたくさんだったんですけど、いろいろ食リポとか一緒にしたり、観光客の方がたくさんいて、その中でロケってすごく新鮮だったので、それもとっても楽しかったので、すごく幸せなロケでした。じゃあ次もね、こんな感じで、はい、食べる企画がいい。食べたいです。次も頑張りましょう。次回も絶対見てください。バイバイ。では今週のディレクターが選ぶベストシーンがこちら。どんな感じのお味ですか？お肉が多分カラッと揚げてあるから、衣もちょっとサクサクして、酢豚がなんかおすすめの理由とかってもう全部言ってもらったんですけど、店員さんに認められる会心の食リポ、お見事でした。絡めてるのでサクサク。You know